各種のコードがマーキングされたコンテナ。ISO6346 とは、会場コンテナの管理用コード付与、識別、表示に用いられる、国際規格である。本規格は、統一された個体の規格である ISO668 に基づいて製造された会場コンテナを用いて、所有者用コード固有のシリアル番号、チェックディジット用からなる11桁の、 識別コードがすべての基本となる。その他に2桁または3桁で構成された国籍コード、サイズ用、コード2桁使用用途や装備品カテゴリー用、コード2桁を組み合わせた4桁のタイプコードなどを用いて視覚的識別情報を付与している。本企画体系は国際コンテナ協会により管理される。さらに補佐的に容積や重量情報のほか 生多加告知、危険物種類、欧州鉄道認可などの多岐にわたる各種の表示マークを付与するものである。見た目は単調なアルファベットと数字の組み合わせながらも、個々のコンテナの詳細な稼働情報は、無論、おさむ履歴や検査時期などの、いわゆる寿命管理にも利用されるので、これらの表示が成立していないと、世界的、または広範囲でのインターモーダル輸送は事実上、 不可能となるほど重要な仕組みである。これは、現代社会において、大型トラックから10円チョコに至るまでの、あらゆる商品ここに付随し、品質管理から売上情報管理までに使われている、バーコードと同様の仕組みである。1987年改定コードは、国際 ISO 規格の ISO6346-1984 に基づき、日本では、 ジス Z1615-1987 として制定された。このコードは一例として、例えば JP2210 のようにアルファベット2文字と数字4桁で構成されている。アルファベット2文字は国籍コードの国名一覧表で割り当てられた国籍コードであり、コンテナ本体への記載が義務付けられていた。なお JP はを表す。 また一例での JP に続く数字4桁部分のうち、数字4桁中の全部2桁、一覧表により一例での部分を、コンテナの大まかな種類を示すとして示し、数字4桁中の後部2桁、一覧表により一例での部分を、コンテナの種類ごとに、さらに細分化したとして示す。例えば、あるコンテナを種類コードで、マズという種類に分類し、その分類された個々のをさらにまたは、等に、 形式コードで細分化して、必要なニーズに、的確かつ貧速に対応できるようにしておけば、長期を逃がさず投資したコンテナの稼働率も上がり、さらには、事故や違法行為を未然に防ぐことができる。種類コード一覧表内に出てくる、グースネックトンネルとは、コンテナ本体の底の部分に存在して、トレーラーなどに積載した時に、シャーシ前側の突起と組み合わせるための細長いくぼみのことを指す。 別名、トンネルリセスとも言う。数字4桁中の全部2桁、一覧表数字4桁中の後部2桁、一覧表1995年改定コードは、国際 ISO 規格の ISO6346-1995 に準拠したもので、1987年改定表の内形式コードの部分を置き換えている。また国籍コードについては、 画像のように記載のものと同じ所有者でも未記載のものが混在しており近年新しく制作されたコンテナは未記載がほとんどである新しい形式コードは前回改定後の技術革新と世界的に広がった物流事情の大きな変化により段積み時のコンテナ強度ランクの区分け等によるアルファベット1文字と数字1桁の組み合わせまたは 従来より強度が低下したコンテナ専用に付与する内で示すに文字アルファベットの組み合わせの新設で前回よりさらに細分化された。また近年の細かい改変でバルクコンテナ及びタンクコンテナにおいて容器内部の圧力規制値の細分化などの影響でバルクコンテナを示す従来の B 記号による10種類から N 記号による10種類末え置き及び タンクコンテナを示す従来の T 記号による12種類から K 記号による10種類への再編に移行している。国籍コードは ISO3166 に従い、アルファベット2文字が付与される。ありがとうございます。